はい、始まった。はい、始まりました。スタードックシニアチャンネルです。リアルタイムリスニングどうもありがとうございます。あとライブログをご覧になる皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。さあ、ラジオパーソナリティのホロエです。あ、こっちで、ここで手振らなきゃいけないんだ。はい、というわけで、引き続き今週もエンドレススペース2です。先週はすみませんでした。今週はちゃんとやります。ちゃんとやりますと言ってもね、先週もバルチャーズ紹介してしまったんで、今週は個人的には好きな国家のリフトボーンで、プレイをしていきます。で、先週のバルチャーズと同様、リフトボーンも結構変わった種族になる。この中で変わってない種族っていうのはソフォン、ルミネス、ユナイテッドエンパイア、ホレイショぐらいかな。あとは何かしら変わってる。ボダーニーなんかで言うと、他の種族に、他の種族というか自分の星以外のその種族、そうだし、自分の種族もそうなんだけど、の、惑星に船を張り付けて、エッセンスという生命エネルギーをエナジードレインして、それで数を増やしていくっていう風な寄生生物になってるし、アンフォーレンは植物です。星から星へとツタを伸ばして、それで入植していくっていう国家。で、クレイバーはまあ前作にいた通りなんだけど、惑星をボリボリと、むさぼり尽くす、種族になってまして、はじめ入植したてはすげえ、リソース、もりもり出せるっていう種族なんだけど、ターンが経過するごとに、どんどんとその惑星が荒廃していくという、で、惑星が荒廃してしまうと全く出力が出なくなっちゃうっていう国になってる。なので、この種族に関しては、その生計を大事に育てていこうっていうよりも、もうとにかく早くと船作って他の国滅ぼすっていうようなプレイスタイルになる。で、今回紹介するリフトボーンは、こちらは、機械生物ですね。ギャラクティックシビリゼーション3でいうと、陽シンギュラリティに当てはまりますが、まあ、動き的には陽シンギュラリティに近いんだけど、まあ、近いか、ほとんど実装だな。だけど、バックボーンが全然違うっていうところで、その辺を味わっていただければ何よりです。じゃあ、用意スタート。まあ、先週の放送よりも全然違ったプレイスタイルになると思うんで、お楽しみいただければ何よりです。で、先週紹介しましたとおり、エンドレススペース2は、種族によって人口の増やし方が全然違います。まあ、種族の違いを人口の増やし方で、露骨に表している国家って形になってます。This unlucky people have come because a rift in the fabric between the universes. という具合で、陽シンギュラリティが、イコニアの方々が作り出したロボットが反乱を起こして、元々のオールドイカニアを乗っ取ったっていうのが、生き物に対してリフトボーンは違う次元からやってきた、機械生命体になっています。詳しくは、グレークイーガンのシルトのはしごってやつを乗れたらいいと思うんですけど、こいつがだいたいリフトボーンと結構近い感じになってるので。And the weight of the survival of your people rests upon your decisions. そうしたシンギュラリティ AI が、種族として独り立ちするというふうな、お話に関して、まあ、大抵の、こういった、SF っていうか、まあ、宇宙 4X で、まあ、ありきたりの設定の方になってるんですけど、リフトボーンの面白いところっていうのは、他の時空からやってきた生き物っていう部分がちょっと面白いかなと。で、一番大きな特徴としましては、このリフトボーンっていうのが、生産級に人口を増やすというコマンドを入力して、ようやく、
人口が生まれるという風な作りになってます。言ったらその、まあ、母性っていうか、まあ、多分、母性かな、母性の方には多分、まだ凍結状態になってる、意識のシミュレーション体たくさんあるんだけど、その意識のシミュレーション体が入る、体を作ることによって、ようやく人口として動くっていうような形になってんだよね。で、あともう一つが、この種族は全然マンパワーが生まれません。マンパワーっていうのは、ユニットを作るとき必要となるポイントです。言ったらその、予備兵だり、まあ、自衛隊だり、ああいったその、兵士だと思ってください。で、この兵士がいないと、ユニットが作れないっていうゲームになっちゃってるから、頑張って作らないといけないんだけど、この兵士が、自動で生まれないので、生産力を、犠牲にして、今出てる、生産力ポイントを、の半分を、兵士にするという、言ったらその、ロボットを作るっていうのが必要なので、ロボット兵士を。これが、二つ目の違い。で、最後の一つが、時空をコントロールできます。整形単位で、整形の時間を早めたり、または遅くしたりっていう風な能力を持ってます。この、整形の時間を早めるという方だったら、生産がたくさん生まれるし、ヒーローの経験値ももりもり増えるってものになってる。逆に、整形の動きを止めるという風にすると、そこの、リソースが、減っちゃう。なり、ヒーローが成長しないってなってます。で、テクノロジーを研究すると、その時空を止めることによって整形に入れなくするというふうな、様々な、シンギュラリティテクノロジーを持ってるっていうふうになってますけど、特に使いません。使わなくてもこの効果強い。何が強いかって、このリフトモンそのものは強いんよ。リフトモンそのものが、食料では増えないものをいるだけで、ダスト5ポイント、研究5ポイント、生産5ポイント手に入るし、さらに、もともと、氷型惑星なりですね、火山惑星といった極地惑星に住める。逆に極地惑星に住むためのテクノロジーが、こういった一般的なその自然あふれる惑星を入植するときに、研究しなくちゃいけないっていう国になっちゃってるのよね。というわけで、ようやくすると他の普通に、カーボネートな、生き物と比べて全く違う生き方をする、全く正反対の生き方をするものだと思っていただければ結構でしょう。最初から極地惑星に住めるもんだからリソースは結構偏ってます。研究も最初からモリモリ手に入るし、生産力ももりもり手に入るっていう国になってますけど、いまいちダストが手に入らない。まあダストに関しては研究で補っていけるからいいでしょうね。ここはとりあえず、ハイペリウムと、チタニウムが出てるから、まずテクノロジーで、チタニウムを研究していきましょう。これでチタニウムでは出せるようになるよ。どうしようかな。最初人口をボンボン増やしていってもいいんだけど、とりあえずこれ消して、脱走が増える基本技術と、一応これも作っとこう。ほんでから、船を作らないと。隙間。センサーを見ればいいだろう。武器1個詰めるって言ってるけど、武器特にいらないんだよな。探査船だから。まあこれでええわ。こっちは足を速くするパーツを積んどいてと。これで OK。生産級は7ターンと4ターン結構伸びたな。で、この国家は、国家特性都合上、まあ、こっちの、その、エンパイアデベロップメントはあまり触りません。というのもその食料を、増やす必要がないからです。代わりに、こちらの、生産力が増える施設をバンバン作っていく形なので、必然的に、エコノミー&トレードがどんどん伸びる形になっています。エンドレススペース2のテックツリーは、テックティアになってまして、第1ティア、第2ティアっていう形でどんどんと研究を進めていくと、次のティアがアンロックされるとともに、次の条件がアンロックされる。ここで言うと、
惑星1個が100ダストに達成すれば、クリアというふうな条件が出てますね。となると必然的に、お金の稼げる施設をバンバン作っていくわけで。バイアウトも欲しいな。どうしようかな。まあいいや。といった他のカーボネートの種族と比べて、だいぶ極端な、惑星特性、惑星出力を活かせる形なので、かなり極端なプレイが楽しめるってものになってます。どうしようかな。まあ、ひとまず人口をしばらく増やす必要ないんだよな、これ。最初にいる惑星が思った。高難易度だと比べ、アスが1ティーメに達成するクソデイドさ。クレイバーズ頭おかしいから。な、綺麗だよね、本当に。惑星の特性についてお話をしましょう。惑星の特性はこの、成形画面で、ホイールを動かすと、惑星に、ズームインして、この時点で、見れる形になってます。この、氷型惑星だったら、出力はそのないけど、研究が伸びるって形だね。基本的に極地惑星って研究特化なり、ダスト特化なりインダストリー特化っていうのが結構多い。で、代わりに、他の惑星になってくると、まあ、普通の適温な惑星になってくると、食料がよく取れるっていうような形になってますね。で、まあ、当然のこと、今作は人口が増えると拡大画面で市民の活動が増えるんだよね。うんうん。そうそう、市民の活動も増えるし、そもそも、人口、特にリフトボーンなんかで言うと、人口そのものがむちゃくちゃリソース出るから、そこがすごい大きいなと思う。あと人口によって、この範囲も広がっていくしね。何をしようとしたんだったっけ？あ、そうだそうだ。まずこの画面だ。あ、全部見えてんだ。ちょっと今のところ方針を考えてます。ここにティタニウムとハイペリウム取れるし、惑星もでかいからここ取ろう。よし、決めた。今どこ？銀河の端っこ。もうほんま。あ、そうだそうだ。法令決めなくちゃ。プラスパーノマリーズコロニー。アノマリーがねえんだよな、今ここ。食料増えてもしゃあないしな。じゃあ、とりあえずアウトポストに人口を増やすやつ行こう。とりあえずパスしてと。あ、そうだ、ヒーロー割り振らせた。うぅ、アホやろ。あ、お母さん帰ってた。ちょっと待ってね。いきなりすげえクソアホみたいに強いリッチが手に入った。どうしようこれ。何やってもいいじゃん。
と。ヒーローは最初探査船に乗せてキュリオシティ調査する方が経験値もらえる。うん、僕も当初それやってたんですけども、今日はめんどくさいから貼り付けました。ヒーローにがっつりと探査パーツつけて、それでキュリオシティ探索していった方が効率はいいっていう、効率いいんですよね。どうしよっかな。これアノマリーなんだろう。研究マイナス1か。ほな、とりあえず、ルクソリーリソースがある、このミディアムスノーに行こう。生産でないからハイペリウムないと辛いな。ちょっと辛い。うん、確かに辛いよね、これ。まあ、お金で買えばいいんで、バイアウトを早いうちに研究していけばいいかなと。あとリフトボーンそのものが、人工で出力出るから、とりあえず人工を作っときゃ、あと何ともあるだろうっていうような考えもある。となると、まあ、とりあえずじゃあ生産リ、ルクソリーリソースが手に入るところに行っとこう。どうせ後で大量に使うんだし。わあ、綺麗。そして惑星入植するとこういった綺麗なグラフィックが見れます。しまった。入植するの早かった。まあ、惑星近いからいいか。まず入植するといきなりコロニーになるのではなく、しばらくターン経ってからようやく入植完了するって形になります。ただいま入植中って感じですね。アウトポストっていうのは。入植ための前線基地を作っているって形です。で、リフトボーンの場合は、ハイペリウムなり、ティタニウムを消費することによって、この、入植スピード、入植のための準備の期間を、短くすることができるっていう形になってます。まあ、序盤だからあんまり気にしなくていいと思うけどね。で、これがハイペリウムなり、ティタニウムを消費すれば、さっさとコロニーに入植できるようになるってのは、これは結構でかくて。こっち系があった。ラバ型に入植すると数ターンで入植完了してくださいる。そやね。このデザートは住み心地良さそうだな。しばらくやることねえな。研究完了した。テックツリー。とりあえず入植できる惑星を増やしていこうかな。うん、バイアウトでもいいんだけど。あ、ダメだ。これ、早くももうこれ取れねえな。悩み中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 。どうしよっかな。キュリオシティレベル2アンロック。どうしよう。住める惑星増やしたいっていう気持ちもあるんだけど、とりあえずハイペリウムとティタニウム掘って、ここのハイペリウムとティタニウムを掘って生産力上げるっていうのもいいな。
うん、じゃあそうしよう。でから工場と、でからバイアウト。お、早くも遭遇した。これチャプターはなんだ？エクスプローラー、5つキリオシティ発見し、あ、レベル3のヒーローでキリオシティ5つ発見。9個惑星施設達成。マイナーシビライゼーションに、50ポイントリレーションシップ達成。まあ、ストロークエストだからこれでいいや。どうせ達成すんだし。お、キリオシティ回復した。オッケなんかおったぞ今さっき。ここは星系を拡大したときに各星区を各星区内にある星系をいくつか取ると星区ボーナスがもらえます。この星区わしのもんじゃっていう感じでね、あの桃鉄のあの、独占ボーナスみたいな形だと思ってください。で、この星系、僕が今いる星系だと、研究 15% ボーナスに対して、隣のやつだと、ダストは 15% ボーナスってついてんな。隣、頑張って入植を進めていきましょう。まあ、三つ入植すればいいだけだから、今のところ順当に、入植できるでしょう。ここはキュリオシティないね。ここはキュリオシティがあるね。ヒーローのレベルが上がったよ。最初ヒーロー貼り付けていいなと思うんが、これが取れんのよ。整形に生産 15%、15ポイント。これはこれで結構大きいと思うんだけどね、僕は。生産が早くなるし、人口も増えるしね。アンフォールンと遭遇。仲良くしようぜ。誰かが早くもキュリオシティ10個見つけたみたいです。勝てませんでした。ガス惑星しかねえじゃん。マイナーファクション、マルボーズと遭遇。ファーストコンタクト。ああ、どうしよう。まだ外交圏テクノロジー研究しなかった。早いうち研究しないと。どこにいたんだ、あいつら。ああ、ここか。早いな。
まあまあ立地条件ね。あとはしばらくターンボタン押すだけなんで レベル2にできたんだけど足りねえな。まあいいや。テクノロジー系で、こっちのエコノミー&トレードを研究していくと、生計の中心地を大きくできます。で、生計の中心地を大きくするときに、このリソースを、あれ?ルクソリーリソースを消費することによって、生計の中心地を大きくしたときに、エフェクトがもらえるようになってる。言ったら、この、都市を大きくするときに、この、ルクソリーボーナスを、リソースに変換できると思っていただければ結構です。で、今回で言うと、この、僕が今住んでるここにルクソリーボーナスがあるので、こいつを使ってどんどんと都市のサイズを大きくしていこうっていう考えにあります。海賊湧いた、早いな。確か影響力が出る資源だったから法案投資放題だな今やってんのはそうですね、僕が選んだやつは、この影響力が増えるっていう。確か影響力が出る資源だったから法案投資放題だな。で、前作エンドレススペース1にはなかったんですけど、エンドレススペース2にはこのインフルエンスって値が、増えてます。なんで、主なリソースが、ここに、フード、インダストリー、ダスト、サイエンス、そしてインフルエンスの5つのリソースになってます。で、このインフルエンスっていうのが、この、政治形態のこの法案を通すときに、人口分、毎ターン、インフルエンスを消費するという、作りになってるもんだから、まあ、どんどん人口が増えれば増えるだけ、法案を施行中のインフルエンスがどんどん減っていくって形になります。で、結構気をつけたいが、中盤以降で急に人口がどんどんと、伸びていくようになると、途端にインフルエンスが枯渇して、そして法案を変えなくちゃいけないっていうのが目にあったりもするっていうのが要注意。あと2ターンでバイアウトを完成するから、これでバイアウトでさっさと法案バイアウトでさっさと購入してから、次人口を増やすっていう行動に入ろう。
入植完了した。あー、ローパワー知ってる。産業全く出ないな、これ産業全く出なくて、作りに苦労するんですが、人口は今これ150いるって形で書いてるけど、4ターンできるって形で書いてるから、まず人口を、3つ作って、で、これで、生産力を増やしてから、こっちの基本的な施設を建てていくことにしましょう。でから、他の星系内にある惑星に入植していくとともに、ここのレベル2に上げて、んで、レベル2に上げて、ほんでから、ここで人口をどんどん生産して、そして他の惑星に持っていくっていうような形を取ろう。アンフォールの母星を見つけました。仲良くしようぜ。いつぶっ殺しちゃってもいいんだけどな。はいはいはい。アンフォールかわいそう、これ。隣が少数国家で、で、その隣が入植できない惑星で、で、その隣が海賊。ひどいな。リセットものリッチやで、これ。じゃ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 。どうしよっかな。拡張先が一つしかない。そうそうそう。もう開幕戦争するしかないって状況になってる。じゃあ少数国家、あそこの少数国家、うちが、早いうち仲良くできれば。拡張先が一つしかない。あそこの少数国家を早いことうちの領土にしてしまえればいいので、次、少数国家と外交するために、外交系テクノロジー取りましょう。エンパイアデベロップメントですね。もうすぐ選挙があるよって話してるけど、まあ選挙に関しては今のところインダストリーが一択でしょう。もともとインダストリーの政党がインダストリーの、国家っていうのもあるし、今のところ生産しかやってないから生産しかやってないから必然的に多分これが第一政党になるでしょう。あー、誰だ。パイレーツか。逃げないって。待って。お、逃げるよ、こんな。うわ、しんど。ようやくこれで、お金払って施設建てれるようになった。どこにコロナイツって言ったっけな。ここじゃねえよな。足ドレインだもんな。ここか。入植した。
この上に飛んでる竜宮の使いっぽい生き物が結構個人的にはお気に入りです。変わった生き物いるよね。でリフトボーンの強いところっていうと、このストラテジックリソースっていうか割と手に入りやすい基本的なリソースで、コロニー入植加速できるところなんですね。で2つとも突っ込んだら、3ターンで入植完了するというとんでもない効果になってます。全国家クエスト、バックトラフトパスヒーローオブエイト、エクスプローリングエイト、ファイブアトム飛躍ユーシティ、キュリオシティ5つ探せって言ってるけど、まあ多分取れないでしょうね。ちょっと思ったより狭い。これもコロナイザー作らなくていいか。100ダスト、他の国が達成したそうです。そりゃそうやろな。知ってる。攻め。知ってる。海賊多すぎね、これ。まあ、とりあえず入植できる惑星見つかったかよかったけど、じゃあとりあえずなんか戦闘ユニット1体持ってって入植させるか、無理やり。海賊突っ切って。それかこっから無理やりワープするっての一つの手だな。お、入植完了。次テクノロジーは、そろそろあれだな、生産的 兵士を作るのが厳しくなってきたから、兵士を作る方法を考えないといけないな。とりあえず海賊惑星を攻め落とす準備でもしよっか。レベル3は何や。トレードカンパニー2つ作れか。だいぶ先だなこれ。ここは生産力はまあそこそこあるから、とりあえず人口を増やす。人口増やしたらあと何とでもなるっていうのは結構強いなと思うよね。あ、やっぱ2体目作るのしんどいか。まあ、ここで作りゃいいか。さあ少数国家と仲良くしよう。とりあえずインフルエンスやったらあんねん。これで早いことうちの仲間になってもらって、で仲間にすりゃ、プラス1か。仲間にした時のエフェクトが、生産力プラス1だからちょっと都合がいいね。なんかいる。誰だ？アンフォールンか。はい、選挙です。インダストリー第一政党が、43% だからほっといても多分こいつが入所、こいつが多分、当選するでしょう。
まあ、案の定そうですね。今のところ、ポリティカル、トレンドに関しても、インダストリーが一番強いんで、当然のごとくインダストリーが、ここで、正当を迎えた形になります。次はどれでしょうかな。同じ党が、何度も当選すると、同じ党が何度も当選すると、どんどんと強力な、政策を打ち出せるようになりますが、通せる法案っていうのがスロットが限られてます。で、通せる法案のスロットを増やすには、こっちの、エンパイアデベロップメントを研究していく形になります。エンパイアデベロップメントレベル3で、法案が1個増えるって形ですね。どうしよう。でもまあ、とりあえず先に海賊をしばきたいっていう気持ちがある。あそこの海賊邪魔やしな。あそこの海賊しばこ。ただいま考え中です。どうしよっかな。ほんまは人をガンガン増やしたいって気持ちがあるんやけど、またマイナーファクションと遭遇。多いな、マイナーファクション。アンフォールド積んでるやん、これ完全に。三つ目の惑星、星系入植したんで、今のところここの星系区はうちのものになってます。また海賊かよ。海賊しかおらへんやっけ。ちょうど、あれだ、リフトボーンの生産が終わったとともに、食料で増える、エピスティスという少数国家が数増えたみたいで、惑星の人口がいっぱいになっちゃった。まあ、次に、あれだ、
宇宙港、都市のレベルを1個上げて宇宙港ができたんで、この宇宙港に早速増えた人間を運んで、で他に、住める惑星まで、運びましょう。とりあえずしばらくは人の数を増やして、でユニットを作れるようにしておきましょう。ここも同様ですね。ひとまず生産一通り終わったんで、あとはしばらくは人増やそっかなと思ったんだけど、あかん、ここ生産力ないから何も出えへん。7ターンかかるんか、ちょっと長いな。うん、まあまあ、でもこんなもんか。まあ足りない分ダストで補うしても、結構ダスト使いすぎてるしな。考え中です。とりあえず先に人増やす、とりあえず先に兵士増やそう。もう兵士増やさないとユニット作れないしさ。探査してる船がなんか宇宙デブリに遭遇したらしくて、破壊して進むか、学ぶかどっちかって言ってるな。じゃあ学ぶにしよう。はい。学んだことによって、帝国に、インダストリー15ポイント。10ターンの間ゲット。で、特にアノマリー発見しなかったんで、全国化競争クエストは、見事に敗北。まあ、特に意識せずに敗北でしたね。悩み中。法案1個通したいんだよな。結構生産力というか、
インダストリーじゃなくて、なんだ、あれだ。インフルエンス結構ダブついてるさ。これ入職するか、これ取るか、どっちが安い、研究ポイントはどっちも、一緒じゃねえや、こっちが安いか。じゃあこっち研究しよう。アンチマターあるし、わ、結構この整形広くない？なおさらじゃあ海賊をしばく準備 しとかなあかんね。どういうと生産力なかなか増えねえんだよな。なんか結構住める惑星あるじゃん。あ、よし、これで法案、もう一個法案が通せるようになった。まあ戦闘準備やな。ここ確か少数国家いたよね。もう入植したってことか。じゃあ次こっちやな。まずいな。思ったよりアンフォールか。早くはないんだよな、アンフォール。スタートまず20ターンかかるかな。海賊をしばく準備を整えていこう。エンパイア&デベロップメント、エンパイアデベロップメントのタイティア3をアンロックしたんで、法案が1個追加できるようになりました。じゃあ法案を追加しましょう。どれにしよっかな。ストラテジックリソースデベロップメントするシステムに対して生産力プラス 15%。 はい、ちょっときつくなってきたな。少数国家が、普通っていう印象が、ちょっとお前のこと好きなんちゃうんっていう形で、印象度が上がりました。次は、なんだ、イベントで、10ターン中に、アウバーシステムクリアエネミーシップ。10ターン中にアウバーに敵がいるって。ほら、そろそろ作らなあかんな。じゃあ、ユニットを作っていきましょう。攻撃に行ってや。新しく研究したいと、アタッカーとディフェンダーがいるので、とりあえずアタッカーから、作っていきましょうかね。オートデザインすると、ひとまず相手のスロットで全部埋まるわけですが、エンドレススペース2の攻撃のシステムが、これ変わってるっていうよりも、これはこれで面白いんちゃうんっていう感じに整ってます。具体的にちょっと説明をしていきましょう。まず船のパーツは、サポート系のスロット、そして武器のスロット、そして防具のスロットの3つに分かれます。で、攻撃タイプは、ミサイル、そして、ビーム、そし
キネクティックじゃなくて、フラッグの3種類あります。で、ミサイルは、長距離戦、戦闘システムが説明すると、確か、順番に、遠距離、中距離、近距離ってどん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 船が近づいていくのよね。で、遠距離の時はミサイルが強くて、中距離はビームが強くて、そして近距離は、フラッグが強いって形になってます。じゃあ、フラッグって近寄るまで攻撃できないんじゃないっていう風に思われるかもしれないけど、フラッグは実は戦闘機やミサイルを撃ち落とすという能力があるので、フラッグを積んでる船に対してはミサイルが通りにくいっていうような状況になってます。これによって一応サンスクミ的なものが発生してんだよね。近距離に近づきたいっていうんだったら、そのフラッグたくさんつけとけばミサイルを撃ち落とせるけど、ビームには弱い。じゃあビームに弱かったらどうするかっていうと、防具で、ビームに対してのシールドをつけるっていう形になります。で、ミサイルとフラッグは、プロジェクタイル、物質弾、そしてビームはエネルギーになります。で、防具は、同様に、このシールドと、あとは、装甲も2種類って形で、プロジェクタイルか、エネルギーのどちらかに割り振れるって形になってます。まあ、汎用的に作るんだったら、ミサイルとレーザー、じゃなくてビーム2本、フラッグとミサイルと、ビームを全部乗せれば、それは汎用的になるけど、汎用的なもの作ったって、いまいちじゃあいざ特化した船にぶつかってどうするのっていうと、もう手を挙げて、白旗振るしかないって状況なので、ある程度、偏った船の作り方にならざるを得んでしょう。序盤の海賊なんかで言うと割とミサイルが飛んでくることあんまないので、ぶっちゃけて言うとミサイル2本とビーム2本で十分です。こうミサイル2本積んで、そして、ビーム。ビームは中距離に強いビームと、そして、どの状況でも 100% ダメージ与えるんだけど、火力は低いっていうビームがあるので、この二つとも積むときは、まあそこそこ火力は補えるでしょう。で、そうするとミサイルに対して防御力ないから、じゃあミサイル仕方ないから、この、アーマーをつけてミサイル対策するって形ですね。なんで、ミサイルに対しては、フラッグで撃ち落とすかアーマーをつけるかって形になっちゃうけど、アーマーをつけたら、ビームに対しての耐性がなくなるわけだから、当然ごとくビームに弱くなるっていう形。なので、ミサイルと、ビームで、早いこと遠距離のうちに蹴りをつけるっていう形になりますね。で、船がどんどん大きくなればなるほどスロットの数も増えていくわけですし、わけなんで、この辺に関してはかなり、自由度は効く形になりますし、船が増えれば増えるだけ、いろいろと取れる作戦も増えていきますので、その辺はご安心ください。ギャラクティックシビリゼーション3なんかで言うと、ミサイル、フラッグ、ミサイル、レールガン、ミサイル、ビームという形です。3系統の武器があり、それらに3系統の防具があるっていう仕組みになってましたが、エンドレススペースの場合は、遠距離、中距離、近距離という、使い分けじゃなくて、遠距離フェーズ、中距離フェーズ、近距離フェーズっていうフェーズ性を取ってるので、その分、武器の個性が出しやすい分、属性を、質量弾と、エネルギー弾の、2つに、まとめることができたって形になってますね。ここでフラッグをミサイルなり戦闘機を撃ち落とすのにも使えるっていう風にしたのは結構すごいなぁと思う。他の 4X ゲームで見ても大抵フラッグっていうとあくまでミサイルを撃ち落とすよっていうのは位置づけでしかないことが多いのでこのフラッグが近距離だと死ぬほど強いし、でさらに、遠距離だと役に立たないけど戦闘機やミサイルを撃ち落とせるって形で、フラッグ積んでる船ってゴミっていう風な前作の、設計より大きく、かけ離れた。まあ、前作のフラッグって言うと序盤で戦闘力見せつけるためにフラッグばっかり積んでる船を作るっていうぐらいしかやりようがなかったんだけど。いや、近距離武器か。近距離武器ばっかりつけるっていう、作るっていう風な使い道しかなかったんだけど、その前作の、ミサイル、ビーム、そしてキネクティックの3系統あるっていう属性を、うまく、シンプルにまとめつつ、各要素を、ちゃんとシナジーを持たした、形で改良しているのはすごいなと思った。本当にすごいと思った。
じゃあ、あと、10ターン中に敵が来るらしいから、早速、ユニットを作っておきましょう。ここ誰かいる。誰だろう。ホレイショか。えらい偏僻なとこんな。しかもホレイショが飯食える。飯増える整形にホレイショがいるとか。どう考えても多分おかしくならへん。ソロクエスト。20ターン中に、69。攻撃力69の船2隻持てっていうふうに言ってる。まあこれは時期達成するからこれでいいしでしょ。20% 銀河探索しました。おめでとうございます。俺何作ろうとしてたんだっけ。あー、そうだ、レベル3だ。そろそろ爆撃機みたいで爆撃機を作っていきます一応今回はちゃんとね戦闘するっていうに言ったかんね。じゃあまあアンフォールン滅ぼす方で行くか。もうちょっと時間かけときたいって気持ちあったんだけど、えらいことになっておった。移動力全くなかった。しまったしまった。こう説明するときにこれエンジン乗せるの忘れてたお、ユニーク惑星見つけたっぽいですね。これですね、ユニークプラネット。研究が頭おかしい。まあ進めへんねんけど。そろそろ真面目に海賊をやっつけたいんで、海賊をやっつける準備をしていきましょう。ここにある海賊は、海賊を滅ぼす準備をね、していきます。海賊を滅ぼすときにはその惑星を、占拠する形になりますので、惑星を占拠する、地上侵略用のユニットを作りましょう。と同時に、このユニットは、ディフェンダークラス。で、ディフェンダークラス、は、防御力のボーナスがついているのとともに、敵の弾を自動的に、優先的に受けるっていうふうな、性質があったりします。本回で言うと、防御用のスロットが2つあるから、シールドと防御どっちを持ってるっていうような形ですかね。代わりに武器のスロットが1個しかないっていうのはちょっと不便な、生き物になってます。でから、サポートのユニット、スロットが3つあるので、1つは、足。で、あともう1つ何入れよっかなーって悩むんだけど、ここで、この、
O2G デリバリーギアという、まあ、言ったらその変異輸送モジュールを搭載することによって、これで地上用の兵士を運ぶことができるようになるって形になってます。ただしその地上ユニットを運ぶための船という形なんで、あの地上用の兵士をたくさん消費するという動きになってます。じゃあ地上用の兵士のエディットもついでにやっちゃいましょう。戦車を研究したんで、戦車を、出せるようになってます。で、戦車ポチッとクリックすると、たら、地上歩兵と、そして戦車と、そして、戦闘機の配分が選べるようになってます。で、これで配分を調整して、言ったら同じ、で、兵士は兵士で、リソースを突っ込むことによって、より、強い、軍隊にできるって形ですね。最初の方はもう金だけ突っ込めば、強くなるっていうのは簡単な作りなんで、とりあえず金を突っ込んどいたら、ライフが増えるっていう形ですね。で、その後、その後、レベルを上げていけば、例えば兵士なんかで言えば、対空が強くなる。戦車で言えば歩兵に強くなる。そして、飛行機で言えば、じゃあ、すみません、間違えました。まあ、金を突っ込んだら、強化できるって形で思っていただければ結構です。序盤だったらそのお金突っ込むだけライフが伸びるので、結構ライフ伸ばしやすいから、金を突っ込んどいたらいいでしょう。コンヒュエムと。多分一石で十分落とすような気がするんだよな、これ多分。なんか怒ってる。しゃあないな。じゃあ、不満は募るけど、不満募る方でいいわ。今、生産力落ちると困るし。あ、これがその言った敵ですね、おそらく。海賊が近づいてきましたね。これがどうやら海賊敵らしいです。さっきイベントでやったやつですね。おい、そっち行くんかい。じゃあこいつをお金払ってバージョンアップしておきましょう。変えるんかい。次選挙だ。今回の選挙は結構めんどくさいことになりそうですね。いろいろ人口増えたってのもあるけど、あ、そういや、ここそろそろアシストで仲間にできるな。テイクコントロールプラネットニューシステム、ファーバー。
言ったよな確か。ちょっと待って、詳しく読んでなかった。ファクションクエスト、Take control of the planet, tonight in new system は、アジャスタント。ちょうど入植できる星系がある。うん。あいつの隣の入惑星入植しろって言ってんな。じゃあとりあえずあの海賊ぶっ殺してからな。にしてもアンフォール増えすぎやろ、人。仲良くできんかな。あ、だいぶお怒りや。あんまり良くない。The unfallen greet you in the hopes that your goal is greater harmony. なんか金払ったら仲良くできるかな。あ、ええわ、こいつに金払って仲良くせんでもええわ。隣の惑星、この惑星取った方が早い。レベル上がってるのほったらかしにしてた。10ターン中に、敵の船が10ターンいなかったら OK って言ってんだ、これきっと。10ターン中か。さてと一通り生産力が増えて、インダストリーも出るようになったんで、入植をしていきましょうかね。で、十分に十分に兵員も増えたので、そろそろ海賊をぶっ殺しに行きます。10ターン、アウバーの惑星を、クリアな状況にしてたんで、ダス100点手に入りました。そろそろ、ここも、入植していって、人増やしていくか。そろそろ、ユニット増やしてたから、ダストもね、厳しくなってきたんで。ここじゃねえな。ここだな。
今のところミリタリーと、そうですね、軍事施設バンバン作っ、軍事施設作って戦闘ユニット作ったんで、ミリタリストがちょっと上がってますけど、まあ相変わらずインダストリーが今のところ、高いんで、おそらくインダストリーが当選するでしょう。第一政党はインダストリーになりました。海賊やってきたんで、とりあえず戦闘してみましょう。まあ負けはせんやろ。お話ししました通り、海賊は主に、序盤だと、フラッグしか持ってないので、こっちの遠中距離のビームで一方的に炙ることができますし、ミサイルでもう結構当たっちゃうことがあるので。あかん、この前やった患者が死んでしまう。お亡くなりになった。おっしゃー、そんなに鉄くず積んでったかなみたいな感じのすげえ爆発し方したね。おっしゃー、ここでリウォッチって形にすると戦闘結果がもう一度見れますし、アドバンスって形にすると実際にどういう戦闘が行われたのかっていうのは具体的な数字で見れるようになってます。ミスショットとかもわかるよ。で、海賊は今のところレベル3か、早めに行かなあかんな。あ、これで戦闘機をアンロックしたんで、じゃあ次戦闘機作ろう、戦闘機作ろうと思うんだけど、これ10タンクあるんか、ちょっと研究欲しいな。お金も欲しいし、まあじゃあさっき研究するか。ちょっと研究力が足りてないんで研究施設を作ることにします。ほんでからこのミディアムクラスのでかい船体を作りましょう。ちょっと待ってね、今考え中。ミディアムハンター、コマンド3点、まあそっちもそうなんだな。どっち作るか悩むな。ティタニウムの方が多いからと、ティタニウムを消費するこっちの中型艦を作りましょうかね。だいぶ研究長いけど、ほなその研究力不足を補うために、俺は今何をしようとしたんだったっけ。研究力不足を補うために俺は今何をしようとしたんだったっけ。まずこれで、あ、そうだそうだ、研究施設を作ろうって話をしたんだった。本当は人口を増やしたいんだけど、ようやく到達した。このエンジン積んでない船、
4ターン中に海賊出るけど、まあ頑張ったら勝てるでしょう。じゃあ海賊を滅ぼした後に住める惑星があんのか。住める惑星がねえな。てかアンフォールンが伸ばしてるし、アンフォールン入着すんじゃねえ。あーでもあれだ、あーツンドラがあるんか。どうしよう、アンフォールンの母星取るか、星取るか、そっちが早いな多分。あとはここに入植進めるか。入植進めた方がいいか、これだったら。どっかの国がアカデミー見つけたらしいよ。赤で見つける競争いつも負けるんだよな。特に気にしないからってもあるんだけど。あ、どっかがエンドレスリサーチパーク作ったらしい。あー、アンフォールが入植した。クソが。こんなんもう滅ぼすしかないやん、アンフォールン。よっしゃ、海賊のいる惑星に着きました。じゃあおかしいな。はあはあ、なるほどな。どうやらここに、あれおかしいな。ちょっと待って。アンフォールンのインフルエンスゾーンになってるから、戦闘できないって言ってる。じゃあアンフォールンと戦争しなくちゃいけないんか。The Unfallen greet you in the hopes that your goal is greater harmony. The heart beats with caution. よっしゃ。枝繋がってるね。そうそうそう、枝が繋がってた。じゃあ戦争します。わ、結構おる。じゃあ地上爆撃するか。海賊は塹壕戦選んでみたいです。ドローか。
あー、そっか、アンフォールって海賊のところに枝伸ばせるんか。おかしいな、じゃあ海賊のところずっと張っとったってことか。本拠地乗っ取られてんぞ。そうそうそう、今までになかったケースやから。あ、こんばんはです。今までになかったケースやからちょっとびっくりしてんねん。あー、なるほど、敵予備兵連れてたってことか。しゃあない、一回戻ろう。ちょっと攻め落とすのにパワー足りんかった。敵の予備兵が思ったよりいたから、こっちの方が軍力が少なくなっちゃって、あかん。これがバーチャル YouTuber フォルエさんですか。あかん、せっかく連れてったのに兵士がボンボン死んでいく。もうダメだ、ここてると思ったんやけど、ご覧なりさまなってもた。もう戦略資源使ったモジュールがないと地上軍を全然削れないのは悪い点。あー、確かに3倍ぐらい持ってったら勝てるんですけどね。今回ちょっとそのアンフォールンが海賊のところにスタンド伸ばすっていうのがちょっと初めて見たケースだったんで、ちょっとその辺で大きく計画が狂いました。なので、一回ちょっと退却して、でから、軍備を増産します。増産して、で、もう一回攻めに行きます。とりあえず、今のところ目標になってるのはアンフォールンぶち殺すってことです。
食料は別にいらないんだよな。マイナ47。これでプラス56。よし、こんだけおったら大丈夫やろ。ほんま言うとあと2ターン待ってで、ちょっとでかい船ができんの待ちたかったんすけんね。あと一ターン、あと一ターンで、でかい船ができるよ。もう軍事やろう。真面目に軍事やろう。もうあいつ絶対ぶっ殺す。ニコ生からヨウツベゲーミングに移って以来拝見できなかったんですが、はい、どんな感じのゲームですの？今やってるのはエンドレススペース2ですね。簡単に言えばその前作エンドレススペース1の前作エンドレススペース1がまあ、現代風のマスターオブオリオン2だとしたら、エンドレススペース2は、現代風エンドレススペース1、エンドレススペース1、そして、ダンジョン・オブ・ザ・エンドレス、エンドレス・レジェンドという形で、培ってきた6年間を使って、もうすでに、まあ、あれはあれで完成していたエンドレススペース1を、今のテクノロジーを使って作ったっていうのがエンドレススペース2になってます。これ誰だ？敵艦隊が追いかけてきてるとか。新しい大きな船ができました。新しいでかい船作ったらいいんですけど、ちょっと待ってね。完全にビンビン一辺倒やな、これ。防御は1枚か。じゃあ、これを、これにして、いや、違うな。一応、じゃあ、フラッグ、もう、一応、まあ、積んどいて、あと、まあ、ミサイルも一応積んどいて、これでいっか。
あかん、戦闘機乗せる場所がない。あれ、戦闘機乗せるやつってこれじゃなかったっけ。困ったな。戦闘機お見せしようと思ったんだけど、戦闘機を乗せるパーツがなかった。あれおかしいな。ミディアムサポートだろ？アンド？艦載機は中型護衛艦。ああ、じゃあこれか。ああ、すみません、間違えました。あ、今のところあれだ。アンフォールの方がたくさん住んでるからって形で、こっちの方の、制空の優先権が失われた形になってる。制空の優先権を取り戻すために戦わなくちゃ。テックツリーの複雑な海外スフゲーにありがちだけど。わかりにくいのあるあるだな。よっしゃ、来ました。700人積んでたら何とかなるだろう。なんか車両がすごい勢いでなくなったんやけど。前と比べていいなと思うんが、前って結構占領するまで時間かかったんですけど、今はそんなに占領するのに時間はかからへんのが、そこが結構いいなってイメージありますね。まあどうせ海賊やから、別に地上の施設立ってないから、爆撃で数減らしていこう。減って、もうちょっと、もうちょっと派手に減ってほしかった。あかん、車両死ぬ。次のターンぐらいでやれるかな。てた敵が、まあちょっとそこそこ船を出してくるようになってきてるんで、そろそろ真面目に戦闘せんといかんな。結構しんどくなってった。まあぶっちゃけもたついたっていうのは確かにあるけど、あ、ここの制服がとうとううちに入った。へえ、よかったよかった。まあ、人増やしていくとどんどん文化圏増えてって、で、こういった入職できないタイプの、政権に関しては文化圏に入れるとボーナスが手に入るっていう形になってます。
もうそろそろ勝ちたいんやけど。V やねん、タイガース。もっと減ってほしいんやけど。あと一ターンかかるか。めんどくせえな。ブイやねん、ヒラリー、がおもろかったです、ダブル。いや、これでそろそろ終わってくれ。おい、減ってないぞ。何？こちらの数が、ちょっと十分に増えてきたので、ついに、艦隊が2つに分かれました。で、ここにある戦略カードによって第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊がどの、武器が得意になるかっていうのが、決めれるようになります。こういう具合でね。ここに描いている、移動経路、まあ大体イメージだと思ってください。まあ、こんな感じの経路を辿って、そして、こんな形で攻撃するよっていう話が出てる形ですかね。これでまあ敵の数もそろそろ増えてきて、こっちの数も増えてきたんで、まあそろそろ見栄えのある戦いが見えるかなと。ていうか、一番の問題は、また兵員を補充しなくちゃいけないってことだ海賊の惑星を落とすのに何歩兵員突っ込んでんだよって話でさ。いきなりひどい。これぐらい数がいるとやっぱ相当見栄えのよ飛ぶ球の数も多くなりますし、艦隊を映した時のシーンもそこそこ見栄えのあるものになりますね。だいぶ派手に減ったな。何ボード残ってんねん。10番以降、お列位できますか？は、ノーマル難度だったらそんなに難しくないので、かなりしやすい方に入ると思う。そろそろ決着ついてくれ、頼むからこんなに長引いたん初めてや。海賊のレベルが上がったら海賊の地上変異も増えるってことなんかな。あ地上爆撃だけで死んだ残党戦ですね。
まあでも虎の子の車両とかも全部失っちゃったし、結構痛みにあったな。次アンフォールンとの戦闘なんだけど、アンフォールンが中型艦持ち出してきてんな。こっちの中型艦が間に合わんかった。なんかちゃんとした戦闘お見せしますよって言って、実際ちゃんとした戦闘お見せできてるんだけど、問題は俺が勝ってないことなんだよ負けてる側やねんな俺は一回帰らなあかんかもしれんな。でけセカンドフェースに入ったんやけど、あんまり致命的なダメージ与えてるのに見えへんな。敵めっちゃフラッグ積んでるから近寄ったら死ぬんじゃん。こっち中華、こっち近距離戦何も積んでないんだけど、怖い怖い怖い。沈んで早く、まあ沈むわけないんやけど、こっちが沈んだ。実質日本ナンバーワンスクダメ、エアのフォルエミキが苦戦するとか。こっぱいやちゃうね、ちょっと失敗してん。どういう形でし、どういう感じの失敗したかっていうと、まあ、とりあえず海賊倒そうっていう形で海賊を倒そうと したんやけど、たまたま近くにいる国がアンフォールンっていう国家で、これですね、この国家、アンフォールン。これがその、宇宙にツタを伸ばして入植を広げていくっていう国家やねんや。で、それが海賊の、惑星に入植してるっていう、これまで見たことのないケースが発生して、それでえらい目に遭ってるっていう形ですね。あかん、これ一回帰ろ。これ無理やわ。その代わりこっちは、新型の中型艦を持ち出したんで。てか、スコアめっちゃ低いんやけど。まあ、まあやな、それな、国増やせてないしな。ほんま、もうちょっと入植が楽な国家なんで、近年のスフゲーにままあるパラダイムから異なる異星人種感ありますね。ツタ伸ばして。そうですね、まさか宇宙単位でツタ伸ばすっていうのはこれまで見たケースがなかったんで、ちょっと僕も驚いてます。あー、これ難しい。ミリタリーが結構勝手やってる。インダストリーが減ってしまうとちょっとまずいんやけど、お金突っ込んで、お金突っ込んか、ここに。よし。ゲームデザイナーは特徴あるおもろい星人作れたぜって思ってんだろうけど今回は、金を突っ込んでインダストリーを殺しました。で、代わりにミリタリーを上げることによって、敵に回して苦労するのはプレイヤーやで。これで法案がミリタリー系の法案が取れるようになった代わりに、その代わりに、こっちはこっちで異次元から避難してきた機械生命
これであのミリタリー系の法案が取れるようになった代わりに、ミリタリー系の法案を取れるようになった代わりに、インダストリーの法案が、廃止された形になってます。ただ今はもうとりあえず戦争に勝たな仕方ないんで、戦争に勝つための、準備というか、法案を取るようにしました。まあ具体的に言うと敵の。インダ中にツタを伸ばす系だと今やってるスタートレックの奉仕網も似てるな。おお。そんなんやってんねや。すごいな。ここの、軍事にごそっと偏って、んで、まあ、言ったらその、軍事に偏れば偏るほど言ったら強い法案が取れるようになるっていう形だから、軍事にガッと偏らせて、そして、今のところ、船の、生産コスト 20% 下げる法案と、そして敵の船を倒した時に、ダストと、なんだ、あれだ、サイエンスが手に入る法案を取りました。これであの敵を殺します。もう絶対殺したるかんな。生放送やったぜ。これをこっちこう、よし。とりあえずなるほど、国家を軍事に傾ける感じね。そう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 。あの今さっきその法たまたまその、選挙があったんで、選挙で言ったインダストリーの方にお金を突っ込んで、インダストリーのスタートレックディスカバリーめっちゃ面白いにクールかけてやるような話を13話で終わらせて、最新話も面白い引きしてる。マジか、ええー、な。スタートレックディスカバリー今やってるやつなんや。でまあ、これでその失ったそのユニットじゃなくて地上兵員も取り戻した形になってます。てか取り戻さなくちゃいけない、失った兵員を。でまたどうせなんか兵員持ってた頃には多分またここ誰かてかのアンフォールが進んでそうな気がするんやけど、まあアンフォールにスタ伸ばすに時間かかるか済まないかな。ソロクエストスタート。食料減ってもええわ。ランダムでテクノロジー手に入るらしいけど、何が手に入った？やはりスタトレはドラマ版だよね。小説やゲーム？忘れろ。さあさあ、これでそろそろ、見栄えのエセントが、見れるようになったと思います。これちょっと待って、これちょっと僕個人のその活動の話じゃないけど、ちょっと保存しとくわ。これ見栄えいいから。スクリーンショット撮るとき使えるから保存しとこう。レジュームゲームと、さあじゃあこれで戦闘を見てみましょう。さっきは向こうの中型艦ないだけ、次はこっちの中型艦をお見せすることができますよ。航路も見たいな。航路見たい。じゃあ航路側の方見てみましょうか。どれやったっけ。
オーバービューにすると、こういった形で、コーラが見れる、形になります。それとともに今の現在ステータスが見れるという形ですね。圧倒的すぎひんうちの軍おっしゃ。圧倒的でした我が軍は。そらそうやわな。で、早速軍事法案によって、一気にダスト800と、研究800手に入りました。軍事法案が強すぎる。さあ、この調子で、どんどん敵をぶっ殺しに行きましょう。さっきの研究ポイントで、一気に大きく研究が進んで、私新型艦が作れるようになりました。これかな。ワレスかな。あ、ここに、兵器または、艦載機っていう形で書いてるね。じゃあ、ここに爆撃機を乗せときましょう。今日は頑張ってこの爆撃機、が、活躍するシーンを、お見せできればいいかなと思ってます。アンチマターもアダマンタインも持ってないっちゅうに。機動力重視すぎるダブル。でっから。アーマー重視すぎる。攻撃方法が爆撃しかないんか。まあしゃあないな。アーマーはどうしよっかな。ロアチャンス2ターゲットと、しゃあないな。まだ変異モジュールつけるか。アンフォールにとにかく人が増えんな、ヨウさん。これどうやって殺そう。
これも結局ずっと戦争するしかないってことだもんな。よっしゃ、到着した。敵のヒーローシップ、そしてミディアムシップと、そしてスモールが2隻。に対してこちらが、まあ、6隻なんで、多分負けないとは思います。じゃあ、こちらの頑張り具合見てみましょう。敵倒すとね、敵のコントロールポイントに応じて、ダストとサイエンスが増えるので、戦争すんのは望むどころですよ。ヒーローが死んだこれもすごいね。前の大型艦が今回の中型艦みたいに位置付けになってんな。あのできるなりどうこう含めて、まあ、大型艦もっとでかいんですけどね。お亡くなりになりました。敵のディフェンスが、敵ディフェンス少ないんかな。人85で車両28か。これ勝てるかな。これちょっと無理っぽいな。車両が多いもんな、完全に。敵の車両が多い。金とリソースされてアップグレードしたらどうかな。金とリソースならあんねん。
アダマンティンが足りんか。さあこれ勝てるんかな。ここで勝てりゃいいんだけんね。ギリチョン、ほなまあ立ってる建物に関してはもうちょっと諦めるとして、地上爆撃で数を削っていきましょう。敵が予備兵が、まあ、こっち、700対600で、こっちが500人余裕にいるから、ま、大丈夫でしょう。持ってきてる数では勝ってる。敵の戦車が多い。減って、もうちょっと減ってほしかった。あかん、車両が全滅した。車両敵の方が優勢やんけ。あ、ツタ伸ばした。予備兵も突っ込んで、あとはこれで削っていくだけですね。まあ、ここを攻め落としたらこっちとしてはだいぶ楽になるので、あかんあかん、敵の方が強い。1と比べて地上戦もいいね。そうですね、地上戦も見どころがありますね。あかんあかん、これ予備兵足して、予備兵足してこれダメだな、これ勝てると思ってん。さあ予備兵全部突っ込んで、で敵と人工的で勝ってるんやけど、防御側補正がクソ強ない。そうですね、惑星爆撃でもっと数が減ればいいんですけど、戦略資源を使うタイプのパーツがあればもうちょっと楽に攻め落とせるんですけど、それを研究する前に、もう戦争モードに入っちゃったんで、それを研究する間もなく、今のところその、無様な人を殺してる形になってます。よっしゃ、だいぶ減った。あと車両だけや。次のターンには攻め落とせるかな。あかん、ダブル。
長、アダマンティントラナ、この後何もできん状況を知ってる。画面がどっか裏に行ってる間に戦闘が終わってしまいました。無事にこれで、攻め落として、ようやくここが、うちの惑星になりました。ガッツタが伸びてるのがめんどくさいな、これ。お、ヨウさん残っと。じゃあ、ここを拠点にして、そしてまあ、ちょっとその大きくその地上兵を失ってしまった形になりましたが、ここを拠点にして、ちょっと敵の内政をズダズダにしていこうと思います。というところで、まず今回に関しては無事に、前回お見せできなかった、地上戦、そして、反対戦お見せできたので、この辺で、終了させていただきましょう。ちょっと様子としては良くないんだけどね、スコアは今のところ344点で、アンフォールンが、558点って形でちょっと全然スコア離れてるんですけど、まあ敵の数が多いんだよなと、ちょっとうわ、食料がやべえ。これあれだな、早いことを今レベル2だから、これどんどんちょっと人を出していかないと。食料がやばいぞと言っても、こいつらを食わせる飯がねそうだな、やべえな。僕が今使ってるリフトボーンっていうのは、その基本的に飯を食わない種族なんで、飯食わずにガンガンと、強くしていけるっていうメリットがあるんですけど、逆にその飯を、テクノロジーとして研究していないので、こんだけのその人口を、養うだけの飯がないんですね。飯マイナス133、117出てるから、一ターンで一人ずつ死んでいくっていう状況になってます。これどうすんだ、本当に。で、一番いいのは、これら、その人を、どんどんと、スペースポートで運んで、他の星に連れていくってことなんだけど、問題は、ここの安全が確保できていないから、スペースポートを連れていけないのよね。安全確保しに行くか、じゃあ。でも今この主力艦隊を動かすわけにいかないしな。今ここの主力動かして負けるんもあれやしな。ここに敵がおるかどうかっていう部分がちょっと気になる。互角の戦いするか。
なので、まずここにいる人たちを、もうちょっとその、ここ飯ねえな。飯ねえし。ここは飯まだあるから、ここに連れて行けばなんとかなると思う。いや、違う。いや、ここ取ったら、そのやっぱ人口的にもごそっと増えるから、だいぶ楽なるやろう、思ったんや。やけど、その、僕がそのご飯を食べるテクノロジーを研究しなかったと、あと惑星爆撃しまくって、その惑星をどんどん破壊しまくってたので、それでその飯が足りなくなっちゃってんのよね。で、この、せっかく捕まえたこのアンフォールの方々なりをどうやって生かすかって部分で今考えてる。で、一番いいのはこのスペースポートに乗せるってことなのよね。スペースポートに乗せて運んじまえば、ひとまずはその、運んでる最中はその冷凍冬眠してるから死にはせんっていう形。そう、運んでる間は死にはせえへん。ただ運ぶときに、ここに敵の土地があるから、これをどうにかせんといかんっていうところで悩んでる。んで、今のところの別動隊で動けるのがあるんやけど、この別動隊持ってってこれで負けたらシャレならへんしなっていう部分でちょっと悩んでるわけよ。まだこれでも一ターンにつき一人ずつ死んでいく形やかんな。お前なんでこんなに人おんの。おりすぎやろ人。しかもこれアンフォール、もともと暖かい気候にいたら、飯増えるっていう特性持ってるんだけど、ここ暖かい星ないんだよな、これ。暑い星あるけど、暖かい星がないんだよな、これ。なんで全部この暑いの。どうしよう、これ。人死ぬな。知ってますよ。ここに誰もいなかったらいいんだけど。今のところ人ごそっと減ったね。次4ターンで人が死ぬって言ってんな。まあ一段去ってまた一段ってことで。とりあえず今のところこのアンフォールの芝かなあかんねんけど、まあどんどん軍備足してってアンフォールを殺すって形になるわな。はあ、だいぶ長いこと戦うことになりそうです。てか敵の方がスコアでかいしね。というわけで本日はこの辺で、ラジオの配信を終了させていただきましょう。まあ、とりあえず見栄えのいいとこも撮れたのもありますし、無事に今回は終われると終わりと思います。それでは本日も長らく、ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。来週までに多分体調治ると思うよ。学流性食道炎なり、そういった病気が治るのとともに、ちょっと原稿の方も進んでだいぶ気が楽になるとは思うんで、そうなったらまた違うゲームを、紹介させていただこうと思います。それでは本日はご視聴いただきましてありがとうございます。